老室器、中島敦氏、要素の一子、あーシその片瀬、アーフトもや、乗りため狼質人や、猛子、一、スクリーンの上では南洋土人の生活の実写が写されていた。目の細い、唇の厚い、鼻のつぶれた土人の女たちが、腰にちょっと不平を巻いただけで、乳房をブラブラさせながら、前に置いた皿のようなものの中から、 何かしきりにつまんで食べている。米の飯らしい。丸裸のおのこがかけてくる。彼も急いでその米をつまんで口に入れる。口いっぱい頬張りながら眩しそうに小なたへ向けた顔には、目の上と口の周囲とに生みただれた種物ができている。おのこはまた向かうを向いて食べ始める。それが消えて、祭りか何かの賑やかな場面に変わる。 どん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 と太鼓の音が遠くなり近くなりして聞こえる。向かい合った男女の列が一斉に尻を振りながら、それに合わせて動き出す。砂地に照りつける熱帯の火の強さは、画面の光の白さで、それとはっきり想像される。太鼓が響く。乱暴な男性の合唱がそれに混じって聞こえてくる。尻が揺れ、腰にまとった不変がざわざわと揺れる。 踊りから少し離れた老人たちの中心に、周長らしい男があぐらをかいている。痩せた、肝骨の出た老人で、首に玉数のような食をいくつもつけている。撮影されていることを意識してか、妙に落着のない、バンチでの自信をすっかりなくしてしまったような目つきをして、踊りを眺めている。 時々思い出したように乱暴な飛躍と歓声と太鼓の強打とを伴うほか、いつまでたっても同じような単調な踊りを、しょぼしょぼした目でじっと見つめている。見ている中に、三蔵は、久しく忘れていたある奇妙な不安が、いつの間にかまた彼の中に忍び込んできているのを感じた。久しい以前のことである。その頃三蔵はこういうものを。 原始的な万人の生活の記録を読んだり、その写真を見たりするたびに、自分も彼らの一人として生まれてくることはできなかったものだろうか、と考えたものであった。確かに、とその頃の彼は考えた。確かに自分も彼ら万人どもの一人として生まれてくることもできたはずではないのかそして輝かしい熱帯の太陽の下に、唯物論も唯まこじも無常名法も、 ないしは人類の歴史も太陽系の構造もすべてを知らないで一生を終えることもできたはずではないのかこの考え方は運命の不確かさについて妙に密造を不安にした。同様に自分は、と彼は考え続ける。自分は今の人間とは違ったさらに高い存在。それは他の優勢の上に住むものであろうと、 あるいは我々の目に見えない存在であろうと、または時代をことにした人類の絶滅した後の地球上に出てくるものであろうと、に生まれてくることも可能だったのではないかその正体がわからないゆえに我々が恐怖の感情を持って偶然と呼んでいるものが、ほんのちょっとその動き方を変えさえしたなら、そのようなことが自分に起こらなかったと誰が言えよう。 そして、もしも自分がそのような存在に生まれていたとすれば、今の自分には見ることも聞くことも、ないしは考えることもできないような、あらゆることを見、聞き、考えることができたであろう。こう考えるのは彼にとって耐え難く恐ろしいことであった。と同時に、耐え難く苛立たしいものでもあった。この世には自分に見ることも聞くことも考えることも、 経験的にではなく能力上、できないものがあり得る。自分が違った存在であったら考えることができたであろうことを、自分が今の存在であるばかりに考えることもできぬ。こう考えてくると、バクとした不安の中にありながら、なお当時の三蔵は、一種の屈辱に似たものを覚えるのであった。スクリーンでは戦国の踊りの場面が消えて密林の風景に変わっている。 手と音の長い真っ黒な猿が行く引きとなく枝から枝へと飛べ渡っている。ひょいと立ち止まってこなたを見た、その猿の一匹は、目の円に白い輪がかかっていて、メガネをかけているように見える。くちばしの二フィートもありそうな鳥が嫌な声を立てて枝から飛び立つ。密造の考えは再び、存在の不確かさ、に戻っていく。 彼が最初にこういう不安を感じ出したのは、まだ中学生の自分だった。ちょうど字というものは変だと思い始めると、その字を一部分一部分に分解しながら、一体この字はこれで正しいのかと考え出すと、次第にそれが怪しくなってきて、だんだんとその必然性が失われていくと感じられるように、彼の周囲のものは気をつけてみれば見るほど、 不確かな存在に思われてならなかった。それが今あるごとくあらねばならぬ理由がどこにあるかもっとはるかに違ったものであっていいはずだ。おまけに、今ある通りのものは可能の中での最も醜悪なものではないのかそうした気持ちが絶えず中学生の彼につきまとうのであった。自分の父について考えてみても、 あの目とあの口とその目や口や鼻を他と切り離して一つ一つ熟しするとき特に木の間に打たれるのだったがその他あの通りの全てを備えた一人の男がなぜ自分の父であり自分とこの男との間に近い関係がなければならなかったのかと愕然として父の顔を見直すことがその頃しばしばあったなぜあの通りでなければならなかったのか 他の男ではいけなかったのだろうか周囲のすべてに対し、三蔵はことごとにこの不信を感じていた。自分を取り囲んでいる、あらゆるものは、なんと必然性に欠けていることだろう。世界は、まあ何という偶然的な歌唱の集まりなのだろう。彼はイライラしていつもこのことばかり考えていた。 時としてなんだかすべてが分かりかけてきそうな気がすることもないではなかった。それは、つまりその場合その偶然が、何から何まで偶然だということが結局ただ一つの必然なのではないか、という少年らしい曖昧な考え方であった。それで簡単に回答が与えられたような気がすることもあった。そうでない時もあった。そうでない時の方がはるかに多かった。 幼い施策はイライラした歯がゆさを感じながら、必然という言葉の周囲を堂々巡りしては再び引き返していった。映画は古風な川蒸気が岸の低い川を下っていくところを映していた。バンチの探検を終えた白人の一行が引き上げていくところなのであろう。それも消え、最後の字幕も消えると、パッと電灯がついた。映画館を出ると、三蔵は、 早めの晩食をしたためるために、金所の洋食屋に入った。料理を宅に置いて給仕が立ち去った時、二つ宅を隔てた向かうに一人の男の食事をしているのが目に入った。その男の、彼はこなたに左の横顔を見せていた。首の付け根のところに奇妙な赤っちゃけた色のものが盛り合っている。あまりに大きく、またあまりにたくましく光っているので、 最初は錯覚かとよく見定めてみたが、確かにそれは大きなコブに違いなかった。テラテラ光ったコブ次第の日陰がカラーと耳との間に盛り合っている。この男の横顔や首のあたりの赤黒く汚れて毛穴の見える皮膚とは、まるで違って洗いたての熟したトマトの皮のように張り切った銅赤色の光である。この男の意志を蹂躙し、 彼からは全然独立した意地の悪い存在のように、その濃紺の背広のカラーと短く刈り込んだ荒い頭髪との間に番挙した日界。宿主の眠っている時でも、それだけは密かに目覚めて笑っているような、醜い必要な犠牲者の姿が、何かしら三蔵にギリシア悲劇に出てくる意地の悪い神々のことを考えさせた。こういう時、 彼はいつも解体の知れない不快と不安と思って、人間の自由意志の働き得る範囲の狭さ、あるいはなさ、を思わないわけにいかない。俺たちは、俺たちの意志でないある何かわけのわからぬもののために生まれてくる。俺たちはその同じ不価値なもののために死んでいく。現に俺たちは、毎晩、ある何者かのために、 俺たちの意志を超絶した睡眠という不可思議極まる状態に陥る。その時ひょいと、全然何の連絡もなしに、彼はローマ皇帝ヴィテリウスの話を思い出した。同食家の皇帝は、満腹のために食事がそれ以上食べられなくなるのを嘆いて、満腹すれば独特の方法で自ら王とし、胃の腑を空にして再び食卓に向かったというのだ。 なぜこんな馬鹿げた話を思い出したのだろう。料理店の白い壁には大きな電気時計がかかっていて、黄色い長い秒針が伝統の光を反射させながら、不気味な生物のように回転している。容赦なく生命を刻んでいくつべたさで、くるくると絶え間なく動いている。その下では中年の小坊がせっせと口を動かし、それにつれて首の肉塊も少しずつ動くような気がする。 山蔵は、すっかり食欲をなくして、半分ほど残したまま、立ち上がった。掘割り沿いの道をアパートへ向かって彼は帰っていく。家々にも街灯にも火は入り始めたが、まだ暮れ切らない空の向かうを、教会の先頭や風変わりな和風屋根を持った山手の広大のシルエットが限っている。揚げ潮と見え、 貸しに泊まっている汚らしい船船の腹に人海がひたひたと寄せている。水の上には明暗の混じった嘘寒い光が漂っているようだ。ほのかな影がそこから立ち上り、立ち上っては声もなく消えていくのである。気配は感じられても姿を現さない尾行者につけられているような気持ちで、彼は一人貸しっぷちを歩いていく。小学校の四年の時だったろうか。 海病闇のように痩せた髪の長い受け持ちの教師がある日何かの病死で地球の運命というものについて話したことがあった。いかにして地球が冷却し人類が絶滅するか我々の存在がいかに無意味であるかをその教師は意地の悪い必要さを持って繰り返し繰り返し幼い密造たちに問いたのだ。後に考えてみてもそれは明らかに 幼い心に恐怖を与えようとする死逆症的な目的で、その毒液をその後に何らの抵抗素も緩和剤をも補給することなしに注射したものであった。三蔵は怖かった。おそらく青くなって効いていたに違いない。地球が冷却するのや人類が滅びるのはまだしも我慢ができた。ところが、その後では太陽までも消えてしまうという。 太陽も冷えて、消えて、真っ暗な空間をただぐるぐると誰にも見られずに黒い冷たい星どもが回っているだけになってしまう。それを考えると彼はたまらなかった。それでは自分たちは何のために生きているんだ。自分は死んでも地球や宇宙はこのままに続くものとしてこそ安心して、人間の一人として死んでいける。それが、今、先生の言うようでは、 自分たちの生まれてきたことも、人間というものも、宇宙というものも、何の意味もないではないか。本当に、何のために自分は生まれてきたんだ。それからしばらく、彼は、11歳の三蔵は、神経衰弱のようになってしまった。父にも、親戚の年上の学生にも、彼はこのことについて真剣になって尋ねてみた。 すると彼らはみんな笑いながら、しかし、理論的には、大体それを承認するではないか。どうして、それで怖くないんだろう。どうして笑ってなんかいられるんだろう。五千年や一万年のうちにそんなことは起こりゃしないよ、などと言ってどうして安心していられるんだろう。三蔵は不思議だった。彼にとって、これは自分一人の生死の問題ではなかった。 人間や宇宙に対する信頼の問題だった。だから、何万年後のことだからとて、笑ってはいられなかったのだ。その頃彼は一匹の犬を可愛がっていた。地球が冷えてしまう時に、仮に自分が遭遇するものとすれば、最後に氷の張り詰めた大地に穴を掘って、その犬と一緒にそこに入って縫合って死ぬことにするんだが、と、その有様を寝床へ入ってから、 よく想像してみたりした。すると、不思議に恐怖が消えて、犬の愛しさとその体温とが、ほのぼのと思い浮かべられるのであった。しかし大抵は、夜、床についてからじっと目を閉じて、人類が亡くなった後の、無意味な、真っ黒な、無限の時の竜を想像して、恐ろしさに耐えられず、あっと大きな声を出して跳ね上がったりすることが多かった。 そのために幾度も父に叱られたものである。夜、電車通りを歩いていて、ひょいとこの恐怖が起こってくる。すると、今まで聞こえていた電車の響きも聞こえなくなり、すれ違う人並みも目に入らなくなって、じーんと静まり返った世界の真中に、たった一人でいるような気がしてくる。その時、彼の踏んでいる大地はいつもの平らな地面ではなく、 人々の死に耐えてしまった、冷え切った丸い優勢の表面なのだ。病弱な、ひねこびた、神経衰弱の11歳の少年は、みんな滅びる、みんな冷える、みんな無意味だ、と考えながら、真実、恐ろしさに冷や汗の出る思いで、しばらくそこに立ち止まってしまう。その中に、ひょいと気がつくと、自分の周囲にはやはり人々が往来し、 伝統が赤々とつき、電車が動き、自動車が走っている。ああ、よかった、と彼はほっとするのであった。これがいつものことだった。中1、中2。子供の時に当たったことのある食物が一生嫌いになってしまうように、このような人類や我々の優勢への単純な不信は、もはや観念としてではなく、感覚として、 彼の肉体の中に住み着いてしまったのではないか、と三蔵は思う。今でも空気の湿った午後の昼寝から覚めた瞬間など、どうにもならない、わけのわからない、恐ろしさ、味気なさに襲われる。そういう時、彼はいつも昔のひねこびた小学生の恐怖を思い出さずにはいられない。概念の青臭い殻が実生活の錯綜の中に多少は脱ぎ捨てられた。 と思われた、語も、なお、かつての不安の気持ちだけが、それだけ切り離されていつまでも残っている。南米のファナコは太古、地球の氷河時代に、危険に襲われた時もそこだけは安全なある避難所を持っていた。地球が今の世代になって彼らを襲う危険の性質も異なってき、かつての避難所ももはや意味を持たなくなったにもかかわらず、現在新大陸にいるラクマは、 死や危険の予覚を得た際には、皆必ず昔の彼らの祖先の避難所のあった場所を指して逃れようとするという。密造の不安もあるいはこうした類の前代の残存物かもしれぬ。しかし、この道にもならぬ漠然とした不安が、往々にして彼の生活のグルンドバスになりかねない。人生のあらゆる事象の底にはこの目に見えぬ暗い流れが走り、それが生の行手を、 前後左右を限っていて、街の下を流れる下水のごとくに、時々ほんのちょっとした隙からかすかな虚しい響きを聞かせるように密造には思われた。彼がまだ多少は健康で、肉体的な感覚に酔っていた時でも、今のような消極的な一人の生活を営んでいる時でも、常に、この停留の小さな響きがパスカル風な伴奏となって、どこからともなく聞こえていたのである。 これがほんのわずかでも聞こえてくる限り、あらゆる幸福も名誉も制限付きの名誉、幸福でしかない。全く、この響きを意識しまいとして、どんなに彼は努力したことであろう。心にもない説教を何度彼は自分に向かって言い聞かせたことだろう。俺たちは最上の食物でなければ食べないだろうか最上の衣服でなければ身につけないだろうか 最上の優勢でなければ済むに耐えぬと思うほどに俺たちが贅沢でないならば、今俺たちに与えられているものの中からも結構いいところが発見できるのではないか、うんぬん。簡単なオプティニズムへの道を教えてやろう。天才と才なき者、健康者と虚弱者、富豪と貧民との差といえども、生まれてきたものと性を与えられざりし者のとの差には、ひぶべくもないではないか。 という考え方はどうだ。うんぬん。この世において立派な生活を完全に生ききれば、神は次の世界を約束すべき義務を持つ、といった素晴らしい男を見るがいい。うんぬん。何時は幸福ならざるべからずと誰が決めたか。一切は幸福への意志の廃棄とともに始まるのだ。うんぬん。その他、ジードの。血の糧、ダノ。 チェスタートンの楽天的エッセイなどが、なんと弱々しい声声で彼を説得しようとしたことだろう。しかし、彼は他人から教えられたり強いられたりしたのでない、自分自身の心から納得のいく、実在に対する評価が持ちたかったのだ。曲がりくねった論理をたどってみて、はて、俺の存在は幸福なのだぞ。 自分を説得してみねばならぬ幸福などでは仕方がなかったのだ。時としてごく稀に、喜ばしい高揚された瞬間がないでもなかった。生徒は、黒とうとうたる無限の時間と空間との間をつんざいて走る先行と思われ、周囲の闇が暗ければ暗いだけ、またひらめく瞬間が短ければ短いだけ、その光の美しさ、たっとさは加わるのだ。 と真実そのように信じられることも時としてある。しかし、変見しやすい彼の気持ちは次の瞬間にはたちまち苦い幻滅の底に落ち込み、普段より一層惨めな味気なさの中に自らを見出すのが常である。だから、姉妹には、そうした精神の公用のも中にあってすら、この幻滅の苦々しさを警戒して、 現在の心よい喜びをも抑え殺そうと努めるようにさえなったのだ。ところで、今、貸しに沿うて歩きながら、珍しくも、密造の中にいる貧弱な常識家が、彼自身のこうしたバカバカしい非常識を笑い、今しめている。冗談じゃない。いい歳をして、まだそんなくだらないことを考えているのか。もっと重大な、 もっと直接な問題がたくさんあるじゃないか。なんという非現実的な、取るに足らぬ贅沢な愚かさにふけっているのだ。それはすでに人々が党の昔に卒業してしまった事柄。あるいはあまり馬鹿げきっているので、点で初めから相手にしない事柄の一つではないか。少しは恥ずかしく思うがいい。 本当に人々はもはやこの問題を卒業しているのだろうかと彼の中にいる、もう一人が反問する。全然解決の見込みのない問題を頭から相手にしないという一般の習慣はすこぶる都合の良いものだ。この習慣の恩恵に良くしている人たちは幸せである。全くのところ、多くの人はこんな馬鹿げた不安や疑惑を感じはしない。 それならばこうしたことを常に感ずるような人間は不遇なのかもしれぬ。びっこ者がチンバを隠すように俺もまたこの精神的異常を隠すべきだろうかところで、一体、その正常とか異常とか真実とか虚偽とかいうやつは何だ、なんだょう統計上の問題に過ぎんじゃないか。いや、そんなことはどうでもいい。何より大事なことは、 俺の正常にとって、いくら人に笑われようと、こうした一種の刑事上学的と言っていいような不安が他のあらゆる問題に先行するという事実だ。こればかりは、どうにも仕方がない。この点について釈然としない限り、俺にとって、あらゆる人間界の現象は制限付きの意味しか持たないのだから。ところで、これについて古来提出された幾多の回答は、 結局この会議が不可能だということをあまりにも明らかに証明している。してみれば、俺の魂の安静のための唯一の必要ごとは、刑事上学的名望の刑事上学的放棄だということになる。それは俺も知りすぎるほど知っている。それでも、どうにもならないのだ。俺がこうした馬鹿げた事柄へのどんらんを持って、 しかも哲学者的な冷徹な施策を書いて、生まれてきているということこそ、唯一のかけがえのない所用なのだ。結局各人は書くようにその素質を展開するより外に手はない。幼稚だと言って笑われることを気にしたり、自分に向かって自己弁護をしたりすることの方がよほどおかしいのだ。女や酒に身を持ち崩す男があるように、 刑事上的貪欲のために身を滅ぼす男もあろうではないか。女に迷って一生を棒に振る男と比べて数の上では比較にはなるまいが、認識論の入り口でつまずいて動きが取れなくなってしまう男も確かにあるのだ。前者は喜んで文学の素材とされるのに、なぜ後者は文学に取り上げられないのか。異常だからだろうか。しかし、 異常者カサノバはあれほどに読者を持っているではないか。しどろもどろの自己弁護の中に、ふと彼はデューラーの、メランコリアという版画を、混乱の中に呆然と座った天使の絶望を思い浮かべた。すでにあたりは暗く、山手の教会堂の影も見分けがつかない。彼の歩いていくすぐ旗を、和線が一層音もなく後から追い抜いていく。 千尾の塔下が水に尾を引き、船は滑るように橋の下を左へ曲がっていく。その動きに誘われるように、彼の考えの意図も思わぬ脇道にそれ始める。結局、俺は俺の愚かさに準ずる外にとはないじゃないか。すべてが言われ、考えられた後に結局、人は己が正常の指さすところに従うのだ。その論議、思考と無関係に、である。 そして事後の努力は、すべて、その正常のなした選択へのジャスティフィケーションにのみ継がれるであろう。考えようによれば、こう本来のあらゆる思想とは、各思想家がそれぞれ事故の正常に向かってなしたジャスティフィケーションに外ならぬではないか。注意一。このひねこびた哀れな少年は、その後二つの異なった気球に激しく悩まされた。あらゆる事柄。 あるいは第一原理を知り尽くしたいという欲望と、できる限り多くの事物が、あるいはその事物の原因が、自分の理解を絶した彼方にあればいいという前のとはまるで反対の期待な願望とであった。前者は誰にでもある大人の言葉で言えば、自己を神にしたい欲望だったが、後者は、この世界を絶対信頼に値する、 確固たるものと信じたい、というその逆の。つまり、この世界の不確かさ、哀れさに対する恐怖から生まれた強い気球だった。自分のようなちっぽけな存在から全てが理解されてしまうような世界では、その中に住むことが何としても不安だ。自分などにはその一発すら理解できないような、大きな、確固たる存在に身を任せたい、という、 小さいものの恐怖から生まれた捨て鉢的な強い願望だった。こうした願いにもかかわらず、彼は成長するにつれ、第一の望むの実現はもとより、それよりさらに強い第二のそれの実現もまた望むのないものであることをはっきりと、あまりにも恐ろしくはっきりと知らされてきた。世界も人間の営みも、この少年の望むほど、四角かっこたるものではない。 それは小学校の先生に聞かされた世界滅亡説を熱力学の第二法則という言葉に置き換えてみても同じことだし、そうした単純な科学による世界考察を無視した、全然別のそばからの世界評価によってもまた同じことだと彼には思われた。すなわち、頭の中だけで作り上げられた少年の虚無味に、今や実際の身辺の観察から来た直接な無常感が加わってきたのだ。 幾か数万の軍勢を見渡しながら、百年後にはこの中の一人も生き残っていないであろうことを考えて提供したというペルシャの王様のように、この少年は今や自己の周囲のすべてに、限られたるものの印を認めて胸を刺されるのであった。ものについてばかりではない。とりわけ、どのような誠の愛情でも、 それが他の極めてつまらないものと同様に儚く消えていくことに、彼は身を焼かれるような激しい悲しさ寂しさを感じた。さらに何年か経って、今度は反対に、どのような愚劣終老な事柄でも、崇高な事物と同様に、存在の権利を持ち、何らの醜い報いを設けずに、美しいものと少しも変わりなく、その存在を終えていくことに、 心の火へ行くような無ごたらしい感動を覚えたのだが。中二。不思議なことに、小学生の頃の彼は、全体的な人類の滅亡などという考えにばかり紛れて、個人としての自分の死というものについては、それほど直接な恐れを感じなかった。それを感じるようになったのは大分後のこと。中学生になってからのことだ。 中学に入ってから目立って体の弱くなった彼は、就寝後、眼を閉じては、死というものを、抽象的な死の概念ではなく、病弱な自分に遠からず訪れてくるに違いない、本当にその頃彼は寿命の短いに違いないことを確信していた直接的な死を考えた。自分の臨終の時の気持ちを考え、その瞬間から振り返ってみて感じるであろう。 一生の時の短さの感じ、それは20年でも200年でも同じ短さに決まっている、お彼は想像してみる。ああ、本当になんて短いんだろうと、個人的にではなく、全くしみじみと心からの頼りなさを持って、そう考えられるに違いない。自分も世族の人々と同じく、その瞬間までは無が夢中で、 大きなものの中における自分の位置などは全然悟らずに、悪クセクトせに心を煩わして過ごし、いや、その途中で一度か二度くらいは雑踏の中で立ち止まって試作する男のように、ひょいと事故の真の位置に気づくこともあるかもしれない。さてその最後の瞬間に至って、初めてハッとするのだろう。ハッとして、さて、それからどうなるのだ そんなことをあてもなく想像してみるだけで、真正面からこれについて考える気力がなく、大掃除を一日伸ばしにして怠けている安逸さで、ひとひひひ、それとの直面を恐れ避けているのであった。それでいて、彼は、未だ性を知らず、伊豆くんぞ死を知らん、などと言った男を憎んだ。未だ死を知らず、伊豆くんぞ性を知らん、 と感じるような素質を受けた人間だってあるんだ、と考えたのである。いわば、ちょうど小説を読むときに、途中の哀れな事件。主人公がいじめられたりするような。などは読むに耐えず、どんどん飛ばして先を読もう。結末を知ろうとして、書物の終わりの方のページを送ってみる根気のない読者のように。そういう人々にとっては、経過とか経路とかいうものは、どうでもよい。 ただ、結果だけが必要なのだが、彼もまた、途中の一切の施策とか試練とか、そういうものを抜きにして、そんなものには、とても答えられない。そんなものに真正面からぶつかっていく勇気も根気もない。ただ結局のところ、ギリギリ決着のところだけを聞きたいと思うのであった。誰に、神に、一体私たちの魂は不滅なものですか それとも、肉体と共に滅びてしまうものですか不滅だという党を得たところで救われるとは思わないが、というより、死を厭う気持ちの中には、自我の滅亡への恐れということのほかに、現在の我の存在形式への愛着が大いに含まれていると思われたが、それをはっきり見定めることは彼にはできなかった、何としても。が、がなくなるなどということはたまらないし、それに、 これは第二次的なことだが、人間の誰もが、こんな恐怖を味わわねばならぬようにできていることが何としても不都合に思えたのである。永遠に生きることの恐ろしさ。それはまた、別の話だ。俺たちは今そんなことを考える必要はない。それに、それはいわば、金の使い道に頭を悩ます金満家の贅沢ではないか、と当時の三蔵は、そんな風に思った。 2. ポケットを探って取り出した部屋の合鍵が、手のひらにひやりとした感触を与えるほどの時効になっていた。暗い部屋に入って電灯をつけ、まず表に向かった窓を開け放って空気を変える。それから、隅に吊るしたオウムのカゴを覗いて餌の有無を見てから、衣服も変えずに、ベッドの上に仰向けに、両手の手のひらを頭の下に組み合わせて、ひっくり返る。 そう疲れるはずはないのに、ひどく疲れたような感じである。今日一日、何をしたか何もしはしない。朝遅く起き、朝昼検体の食事を開花の食堂で済ませてから、読みたくもない本を無理に辞書と首っ引きで10ページほど読み、それにあぐむと、親戚の子供の死んだの憎やみの手紙を出さなければならないことを思い出して、書こうとしたが、どうしても書けない。 結局手紙はよして、表に飛び出し、町へ行って映画館に入り、そうして帰ってきただけのことだ。なんというくだらない一日。明日は明日は金曜と、勤めのある日だ。そう思うと、帰って何か助かったような気になるのが、自分でもいまいましかった。自制に適応するにはあまりに呪まな、人と交際するにはあまりに臆病な、一回の貧書生。 職業から言えば、一週二日出勤の女学校の博物の講師。授業にあまり熱心でもなく、さりとて特に怠だというわけでもない。教えることよりも、少女たちに接してこれに。心優しき軽蔑を感じることに興味を持ち、そうして密かにスピノザに習って、女学生の成功についてのシニックな定理とその系統を集めた幾何学書を作ろうか。 などと考えている。例えば、定理18。女学生は公平を最も忌み嫌うものなり。証明。彼女らは常に己に有利なる不公平のみを愛すればなり。のごとき、結局、学校へ出る二日は自分の生活の中であまり重要なものでないと、この男は思い込みたがっているのだが、この頃では、それがなかなかそうではなく、時として、学校が、 というよりも、少女たちが自分の生活の中にかなり大きい場所を占めているらしいことに気づいて愕然とすることがある。学校を卒業して2年目、父の死によって全く経類のなくなった山蔵が、その時残された若干の資産をもとに事後の生活の設計を立てた。その設計に従ってその時自分がぬくぬくと潜り込もうとした穴の、 なんと、うじうじと、ふやけた、浅ましくもだらしないものだったか。今の三蔵には腹が立って腹が立ってたまらないのである。その時、彼は自分に可能な道として二つの生き方を考えた。一つはいわゆる、出世。名声地位を得ることを一生の目的として奮闘する生き方である。もとより、実業家とか政治家とか、 そういうものは、密造自身の性質からも、また彼の治めた学問の種類から言っても、問題にならない。結局は、学問の世界における名誉の獲得ということなのだが、それにしても、将来のある目的、それに到達しない中に自分は死んでしまうかもしれない、のために、現在の一日一日の生活を犠牲にする生き方である点に、変わりはない。 もう一つの方は、名声の獲得とか仕事の成就とかいうことをまるで考えないで、一日一日の生活を、その時その時に満ち足りたものにしていこうというやり方。ただし、そのカビの生えそうなほど陳腐なヨーロッパ的の教授主義に、若干の東洋文人風なすねたわびしさを加味した、極めて、今から考えれば、うじうじといじけたいき方である。さて、三蔵は第二の生活を選んだ。 今にして思えば、これを選ばせた者は、必須彼の体の弱さであったろう。喘息と威弱と蓄のとに耐えず苦しまされている彼の体が、自らの生命の短いであろうことを知って、第一の生き方の苦しさを忌避したのであろう。今に至るまで治りようもない、彼の、臆病な自尊心、もまた、この塔を選ばせた者の,の一つに違いない。 人中に出ることをひどく恥ずかしがるくせに、自らを高しとする点では決して人後に落ちない彼の性癖が、才能の不足を他人の前にも自らの前にも晒し出すかもしれない第一の生き方を自然に拒んだのでもあろう。とにかく、三蔵は第二の生き方を選んだ。そして、それから二年後の今のこの生活はどうだこの、 乏しく飾られた一人住居の秋の屋の味気なさは。壁にかけられた悪どい色の複製どもも、今はもう見るのも嫌だ。レコードボックスにもベートーベンの晩年のクワルテットだけは揃えてあるのだが、今更かけて見よう気もしない。小笠原の旅から持ち帰った大ウミガメの甲羅ももはや旅への誘いを囁ささかない。壁際の書棚には、 彼の収めた学科とは大分系統違いのボルテールやモンテーニュが虚しく薄埃をを被って並んでいる。オウム焼きボタンインコに絵をやるのさえ億劫うだ。ベッドの上にひっくり返って密造はただ呆然としている。体も心も辛抱が抜けてしまったような具合である。日々の生活の無内容さが彼の中にホラー穴を開けてしまったのか。 それは戦国記憶から歓喜した、あの底なしの不安とは全然違う。ふぬけとなり、不安も苦痛も感じなくなったような麻痺状態である。ぼやけた彼の意識の隅に、しかし、明日出勤する学校の少女たちの雰囲気が、それだけが彼の過失的な生活の中で、唯一の生きたものであるかのように、明るく浮き上がってきた。一人一人に見れば、 醜くもあり、癒しくもあり、愚かでもある少女たちが自分の生活の中で震える唯一の生きた存在なのか豊かであるようにと予定したはずの日々がなんと乏しく虚しいことか人間はついに、執着し、狂い、求める対象がなくては生きていけないのだろうかやっぱり、自分も、世間が、喝采し、憎悪し、失死し、 あゆする世間が欲しいのだろうか。例えば、と彼は考えないわけにいかない。例えば、先週勤め先の学校で国館の老教師が金作だという七言絶句を職員室の誰彼に朗読して聞かせていたとき、不祖伝来の儒家に育った自分が冗談半分その委員を踏んでとっさに報いてみせた。その考説よりも、 方面違いの若い博物の教師がそんなことをして見せたものだから、老先生はすっかり驚いて、人の良さそうな大げさな身分で褒め上げてくれたのだが、全く、その時、自分は、存在なるべき俺の自尊心は、なんと必勝な喜びにくすぐられたことだろう。実際、その老教師が褒めた言葉の一句一句をさえはっきり記憶しているほど、喜ばされたのではなかったか。 ワイニンゲルによれば、女は、一生の間に自分に向かって言われた褒め言葉をことごとく覚えているものだそうだが、どうやらこれは女ばかりに限らないようだ。そういえば、俺はここ何年何ヶ月かの間、自分に向かって発せられた一つの惨事をも聞かなかった。自分の植えていたのは、こんなつまらないものに対してだったのか。それでは、 それほどちっぽけな虚栄心を見た従っているお前が、なぜこんな世間とかけ離れた生活を選んだのだ。オデュスセイアと、ルクレティウスと、モーしていせんと、それさえこなしかねるほどの文字通りの、スモールラティンレスグリークと、それだけで生活は足りると思っていた俺は、何という人間知らずだったことであろう。 トハンセンもセザール・フランクもスピノザもはめることのできない穴が、一つの惨事、一つのアユによってたちまち満たされるという、人間的なあまりに人間的な事実に、そして、自分のような生来脳切な処置にもこの事実が適用されることに、三蔵は今更のように驚かされるのである。まだ寝るには早すぎる。それに、どうせ床に入ったところで、 いつものように2.3時間は眠れないに決まっている。三蔵は何と言うこともなく、身を起こして、ベッドの端に腰を下したまま、ぼんやり部屋の内を眺める。2.3日前、机の引き出しをそう回していたら、紙くずに混じって線香花火の袋が出てきた。夏のついに入れ忘れられたもので、まだ中に花火が少し残っていた。 それをその時そのまま、また引き出しに突っ込んでおいたのを、今彼はひょいと思い出した。彼は立ち上がって引き出しからそれを取り出す。花火を出してみると、まだそんなに湿ってはいないらしい。彼は電灯を消してマッチをする。暗闇に細い硬い輝きのない光の線が走って、松葉が、もみじが咲いてすぐに消える。 火薬の匂いが鼻に染み、瞬間よどみきっていた彼の心は、季節外れのこの繊細な美しさにいささかの感動を覚えていた。あまりにも惨めないじけた、わびしい感動を。二、静かな博物標本室の中、パリゲーターや王孔森の剥製だの、カモノハシの模型だのの間で三蔵は一人本を読んでいる。 タカ子の上には次の鉱物の時間に使う標本や道具類が雑然と並んでいる。アルコールランプ、乳鉢、ルツボ、試験管。薄青いホタル石、観覧石、白い半透明の重傷石や崩壊石、端正な陶軸結晶を見せたザクロ石、結晶面をギラギラ光らせている王道光。あまり明るくない部屋で、天井の明かり窓から差してくる外光が、 端性な結晶体どもの上に落ち、久しく使わなかった標本の薄埃りをさえ浮かび上がらせている。それら無言の石どもの間に座って、その美しい結晶や正しい液体の跡を見ていると、何か冷たい、凍結した、声のない、自然の意志、自然の知恵に触れる思いがするのである。かなり創造しい職員室から、密造はいつも、 この冷たい石たちと死んだ動物植物たちの中へ逃れてきて、勝手な読書にふけることにしていた。今彼の読んでいるのは、フランツカフカという男の、アナという小説である。小説と入ったが、しかし、何という奇妙な小説であろう。その主人公の俺というのが、モグラかイタチか、とにかくそういう類のものには違いないが、 それが結局最後まで明らかにされてはいない。その俺が地下に、ありったけの知能を絞って事故の隅か。穴蔵を営む。想像されうる限りのあらゆる敵や災害に対して最新周到な注意が払われ安全が図られるのだが、しかもなお常に昇進欲々として防備の不完全を恐れていなければならない。ことに俺を取り囲む大きな、未知の恐ろしさと、 その前に立つ時の俺自身の無力さとが、俺を耐えざる脅迫観念に陥らせる。俺が脅されているのは、外からの敵ばかりではない。大地の底にも敵がいるのだ。俺はその敵を見たことはないが、言い伝えはそれについて語っており、俺も確かにその存在を信じる。彼らは土地の内部に深く住むものである。 伝説でさえも彼らの形状を書くことができない。彼らの犠牲に強せられる者たちも、ほとんど彼らを見ることなしに倒れるのだ。彼らは来る。彼らの爪の音を、その爪の音こそ彼らの本体なのだ。君は君の真下の大地の中に聞く。そしてその時にはすでに君は失われているのだ。自分の家にいるからとて安心しているわけにいかない。 むしろ、君は彼らの住処にいるようなものだ。ほとんど宿命論的な恐怖に俺は追い込まれている。熱病患者を襲う馬のようなものが、この穴ぶらに住む小動物の恐怖不安を通してもやもやと漂っている。この作者はいつもこんな期待な小説ばかり書く。読んでいくうちに、 夢の中で正体のわからない者の,のために脅されているような気持ちがどうしても付きまとってくるのである。その時、入り口のドアにノックの音がして顔を出したのは、事務の m 氏であった。入ってくると、手紙が来ていましたから、と言って高子の上に封筒を置いた。事務所とこの標本室とではかなり隔たっているから、わざわざ持ってきてくれたのは、話し相手を求めに来たに違いない。 年は50を越した、痩せてはいないが情の低い、しかし要望は回帰を極めた人物である。鼻が赤く、イチゴのように点々と毛穴が見え、その鼻が顔の他の部分と何の連絡もなく突骨と顔の真中に突き出しており、どんぐり真こが深く落ち込んだ上を、まことに太く黒い眉があまりにも目とくっつきすぎて、張っている。 厚く黒人式にむくれ返った唇の周囲をちょびひげが囲んでいて、おまけに染めた頭髪は、ハゲはどこにもないのだが、ところによってその生え方に濃淡があり、一株ずつよそから移植したような具合であって、またそれが短いくせに、お釈迦様のそれのようにひどくねじれ縮れているのだ。職員室の誰もがこの M 氏を馬鹿にしているようだった。 この人の名前を口に乗せるたびににやりと笑わないものはない。なるほど、成功なども愚鈍らしく、言葉でも。そうした、もので、ショーナー、などと一語一語ゆっくりと自分の今の発音を自分の耳で確かめてから次の発音をするように続けていく。もう20年もこの学校に勤めているらしいが、その勤続年数よりもその間に幾人かのサイクに死なれたり、 逃げられたりしたということの方が有名である。それに、もう一つ、職員と生徒との区別なく、若い女と見れば誰でもすぐに手を握る癖のあることもみんなに知られている。別に悪気があるというわけではなく、悪気を持つほどの頭の働きはこの人にないと、一般に信じられている。ただもう、抑えることも何もできずに、ひょいと握ってしまうものらしい。 幾度悲鳴を上げられたり、ねられたり、睨まれたりしても、一向感じないし、感じても次の時には忘れてしまうのかもしれない。よく、それで首にならないものだが、あのご面相だから大丈夫なんでしょう、と笑う職員もいる。この M 氏が、誰も相手になってくれるものがないせいか、週に二日しか出てこない三蔵を捕まえて、しきりに色々と話をしたがるのだ。 私はフランス語をやります、というのだが、聞いてみると、それがラジオの初等講義を1.2回聞いただけらしいのである。しかし本人は別にほらを吹くつもりで言っているのではなく、本当にそれでフランス語をやったと言えるつもりなのである。この調子で M 氏はドイツ語も監視も和歌もみんなやるという。こういう話を聞きながら、 三蔵は、M 氏の鈍い目つきの中にどこか凶暴なものがあることに気のつくことがある。追い詰められた弱い者が突然後世に出てくる時のようなやけ的なものがあるような気がするのである。手紙を渡しても、果たして、M 氏はなかなか帰る様子もなく、アリゲーターの剥製の下に腰を下して、例のゆっくりした調子で話し始めた。 その中に、どういうきっかけからか、話が彼の現在の、彼よりも20歳も年下の、サイのことになり、彼は大真面目で自分と結婚する前の彼女の閲歴などを語りでした。これは少し変だぞ、と思っていると、M 氏は手にした風呂敷ずつ。今まで私は気づかずにいたのだが、それをわざわざ見せるために M 氏は私のところへ来たのだ。 を開いて、中から分厚な一冊の本を取り出して高子の上に置いた。表紙を見ると、薄紫色の絹地に白い紙が貼られ、それに、日本名不伝、と書かれている。家内のことがこれに載っています、と M 氏はゆっくりゆっくり言ってから、嬉しそうににやりと笑った。三蔵は初め一行を飲み込めなかったが、とにかく M 氏の開けてくれたところ、白樺の 女の子の喜びそうなしおりが挟んである。を見ると、なるほど、1ページが上下2段に分かれていて、その上段にゴチックで彼のサイの名が記されている。それに続いて青年月日やらせいどころやら卒業の学校やらが書き立てられ、さて、MC に課するに及んで、低縮にしてない女の子を少なからずうんぬん、とあり、それから今度は奇妙なことに、 一転して御邸主たる M 氏自身の電気に代わって、彼の経歴から、姿勢温厚だとか、人もって聖人君子となすとか、常時の中の文句に似た言葉が並んでいる。やっと密造には全てが飲み込めてきた。一種の詐欺出版のようなものに M 氏はかけられたのだ。つまり、日本名不伝、都会有書物の中に貴化の奥さんの記事を載せたいから、などとお立て上げ、 天下のグフグフから相当な金額を絞り取り、くだらぬ本を作ってはそれをまた高く売りつけるという、話にも何にもならない仕掛けにかかったに違いないのである。しかも M 氏は騙されたとは妄頭考えずに、独特として人ごとにこれを見せ回っているらしい。それにこの文章は明らかに M 氏自身の執筆である。ページをめくって前の方を見ると、なんと、 紫式部、清少納言の類がずらりと、やはり M 夫人と同じ組み方で、それぞれ1ページの半分ずつを締めて並んでいる。三蔵は目を上げて M 氏を見た。密造の呆れた顔を簡単の表情ととったものか、M 氏は隠しきれない嬉しさを見せて鼻をうごめかしている。彼が笑うと、黄色い歯が剥き出され、それと共に、その赤い鼻が。 誇張でも形容でもなく、文字通り、ひくひくとうごめくのである。密造はすぐに目を伏せた。答えられない気がした。喜劇そうかもしれぬ。しかし、これはまた、なんと、やりきれない人間喜劇ではないか。校長動物的喜劇三造は棚の上の小さなカメレオンの模型に目を逸らしながら、ぼんやり、そんな言葉を考えた。死。 その夜、M 氏に誘われて、密造がおでん屋ののれんをくぐったのは、考えてみると、誠に不思議な出来事であった。第一、M 氏が酒をたしなむということも初耳だったし、ことに外へのみに出るなどちょっと想像もできないところで、それに密造を誘うに至っては全く意外だった。M 氏にしてみれば、サイ君についての詳しい話をするほどに親しくなった。 とそう彼は思っているに違いない密造に何かの形で好意を示さなければならないように感じたに違いない。誰にも相手にされない男がたまに他人から真面目に扱われたと考えた喜びが彼を飼っておでんや雪などという彼としては破天荒な虚に出させたのであろう。M 氏の言うに応じた三蔵の気持ちも我ながらわけのわからぬものであった。 持病の喘息のため酒はほとんど立っているのだし、M 氏のような得体の知れない人物と今まで真面目に話をしたこともなし、だからその晩 M 氏に付き合ったのは、M 氏のノロノロした薄気味の悪い、それでいて必要な勧誘を断りきれなかったためというよりも、ナフデンで挑発された、この男への意地の悪い好奇心のせいだったかもしれない。あまり飲まない三蔵に、 そう無理に進めるでもなく、一人で杯を重ねる中に、M 氏はその赤い花をますます赤くして油を浮き出させ、しかも絶えず黄色い葉を剥き出してニヤニヤし続けている。そうして、例によってはっきりしない言葉でゆっくりゆっくりまだサイ君の話を続けている。かなり際どい話を、実に素朴な表現で、ルルとして続ける。 当人には別にそれが際どい話だという自覚はなく、ただもう話さずにはいられないでおのずと話しているらしい。警報中のことについて何か今の奥さんに遺憾な点があるのだと言って、しまりのない口つきでそれを長々と述べ。大変残念なことです、と丁寧な言葉で、第三者のことを言うような言い方をするのである。一体どういう了見でこんな話をするのか。 密造はしばらく、まともにこの男の顔を見返してみたが、結局、取り留めのない、ぬらぬらしたような笑いに虚しく突っ放されるだけだった。こんな話を聞くときには一体どんなポーズをとり、どんな顔つきをすればいいのか、密造はすっかり遠惑して、照れくさ,さを隠すために敷いて逆付きを取り上げるのである。気がつくと、密造の前の真っ白な瀬戸物皿の上に、 いつの間に来たのか、それこそ目の覚めるほど鮮やかな緑色をしたスイッチョが一匹ちょこんと止まって、静かに触覚を動かしている。素直に伸びた羽の見事さ。白く強い伝統の光の下で、誠に皿までが滲んでしまいそうな緑色である。その白と緑とを見つめながら、密造はなおしばらく M 氏の奥さんの話を聞いていた。聞いている中に、 いつもこの人間に対して感じるバカバカしさは消えてしまい、一種隙見悪い恐ろしさと変な腹立たしさ、直接 M 氏に対する怒りではない。また、現在立たされている自分の位置のバカらしさに腹が立つのとも少し違う。との混じった妙な気持ちに襲われてきた。知らぬ間に密造もかなり飲んでいたようで、しばらくは相手の話も一向耳に入らなかったが、 そのうちに何か話し方が違うらしいのにふと気がついてみると、M 氏はすでに奥さんの話を止めて、ある他の事柄について語っている。ある他の事柄について、などと言ったのは、それが今までの M 氏の話題とはまるで異なって、もちろん初めは何のことやらさっぱり意味がわからなかったが、 聞いていく中にだんだん分かってきたところによると、全く驚いたことに一種の抽象的な感想。いわば、彼の人生観の一辺のようなものだったからである。ただし、その表現はいつもの通り度を越して間の抜けたものであり、その発生は曖昧で緩慢で、かつ何度も同じことを繰り返すのだから、分かりにくいことを帯びただしい。 しかし、辛抱強く聞き分けてその意味を拾い、それを普通の言葉に直してみると、その時 M 氏の漏らした感慨は、大体次のようなものであった。人生というものは、螺旋階段を登っていくようなものだ。一つの風景の展望があり、また一回り登っていけば再び同じ風景の展望にぶっつかる。最初の風景と二番目のそれとはほとんど同じだが、 しかしかすかながら、第二のそれの方がやや遠くまで見えるのである。第二の展望にまで達している人間にはそのわずかの違いがわかるのだが、まだ第一の場所にいる人間にはそれがわからない。第二の場所にいる人間も、自分と全く同じ眺望しか持ち得ないと思っているのだ。事実、話す言葉だけを聞いていれば、二人の間にほとんど才はないのだから。 螺旋階段という代わりに、ぐるぐる回って登るっていくのがありますそ空、あの、高糸をなんかに上がる字の段々にありますが、ぐるぐる回って登りって行きながら、ずっと当たりの景色が見られるような、手すりが付けいたりなんかしている、段々がありますがという表現をいく回も繰り返して聞かせるくらいで、以下これに順じて恐ろしく回りくどく、右の意味のことを言うだけで約30分もかかるのだが、 鉱石の中から乏しい金属を抽出するように、それをよく聞き分けてみれば、確かに右のような意味になるのである。なんだかモンテーニュでも言いそうなことのように思われ、密造はまた前とは違った意味で M 氏の顔を見返したくらいだが、M 氏は読書家ではないから決して書物などからこんな考えを仕入れてきたのではない。50年の生涯の地どんな観察から生まれた、 彼自身の感想に違いない。こうした言葉を吐きそうな知恵の痕跡のおよそ伺われない M 氏の顔を見ながら、三蔵は次のように考え始めた。誰もがこの男を馬鹿にしているけれども、我々がもしこの男ののろまな表現を理解してやるだけの忍耐を持つならば、今この男が吐いた感想意の思想は常に彼の言葉の随所に乱せるのではなかろうか。 ただ我々の方にそれを見出すだけの力と根気とがないだけのことではないのだろうか。さらに、その鈍重、難解な言葉をよくよく噛み分けている中には、我々にも、この男の愚痴さの必然性が。何故に彼が常に書くも、他人の目からは愚かと見えるような行動に出ねばならないのか、の心理的必然性がはっきり飲み込めてくるのではないだろうか。 そうなってくれば、やがて、MC が MC でなければならぬ必然さと、我々が我々であらねばならぬ必然さとの間に、あるいは、ゲーテがゲーテであらねばならなかった必然さとの間に、価値の上下をつけることが、少なくとも主観的には、不可能と感じられてくるだろう。現に、m 氏は戦国の感想の中で、明らかに自分を上の階段まで達しているものとし、 彼を長老する我々を下の階段にいながら上段にいるものを笑おうとする身の程知らずとしているに違いない我々の価値判断の標準を絶対だと考えるのは我々のうぬぼれに過ぎないのではないかこの M 氏の霊を類推の線に沿うて少し移動させて考えれば同様に我々がもし犬だの猫だのそうした獣の 言葉やその他の表現法を理解する能力を持つならば、我々にも、彼ら動物どもの生活形態の必然さを、身をもって、理解することができ、また、彼らが我々よりもはるかに優れた英知や思想を合っていることを見出さないとは限らないであろう。我々は、我々が人間だから、という簡単な理由で、人間の知恵を最高のものとうぬぼれているだけのことではないのか。 よいの回った頭に、物を考えるのが億劫になってくると、結局落ち着く先はいつもの。イグノラムスイグノラビムス、である。三蔵は何かに追っかけられたように、慌てて、ぐいぐいと三四杯立て続けにあおった。スイッチョはとうにどこかへえなくなっている。m 氏も大いたよったらしく、目を閉じて、しかし、まだ口の中で何かもごもご言いながら、 後ろの柱に寄りかかっている。五。分まだ三十になりもしないのに、その取りすました落ち着き方はどうだ。今から何もムッシューベルジュレやジェロームコワニアル氏を気取るにも当たるまいではないか。世俗を超越した孤高の精神的教授生活の何度とうぬぼれているんだったら、とんだお笑い草だ。行動能力がないために、 世の中から取り残されているだけのことじゃないか。世俗的な活動力がないということは、それに、決して世俗的な欲望までがないということではないんだからな。非俗な欲望でいっぱいのくせに、それを獲得するだけの実行力がないからとて、嫌に上品がるなんざ、悪い趣味だ。追い詰められた孤立なんぞは少しも悲壮でなんかありはしない。それから、もう一つ。 世俗的な才能がないということは、決して精神的な仕事の上に才能があるということにはならないんだからな。決して。大体が教授的生活などというものが、そもそも生活無能力者の最後の体裁の良い隠れ家なんだぜ。何だと人生は何もしないでいるには長すぎるが、何かするには短かすぎる。何を生意気を言ってるんだ 長すぎるか、短かすぎるか、とにかく、それは何かやってみてから言うことだよ。何もわかりもしないくせに、何の努力もしないでおいて、嫌に悟ったようなことを言うのは、全く良くないくせだ。それが本当の生意気というものだ。お前が子供の時から抱いてきたという。存在への疑惑、というやつも、随分おかしなものだが、よし、それに答えてやろう。 いいか。人間というやつは、時間とか、空間とか、数とか、そういった観念の中でしか何事も考えられないように作られているんだ。だから、そういう形式を超えた事柄については何もわからないようにできているんだ。神とか、超自然とか、そうしたものの存在が、また、非存在が、理論的に証明できないのはそのためなんだ。 お前の場合だって、同じさ。お前の精神がそういう疑惑を抱くようにできているから、そういう疑惑を抱くんで、また、その解決が得られないように、お前の、つまり、人間の、精神ができているから、お前にはその解決が得られないんだ。それだけのことさ。バカバカしい、一体、世界とは、とか、人生とは、とか、 そんな大雑把なものの言い方は吉田方がいいね。第一、恥ずかしいとは思わないのかな。多少でも趣味の上のデリカシーを持っている男なら、恥ずかしくて、そんなものの言い方はできるものじゃない。それに世界は、早速こんな言葉を使うのはまずいが、お前に言って聞かせるんだから、どうも仕方がない。そういう外観によっては、決して大きくも深くも意識もなりはせんのだ。 逆にディテールを深く観察し、それに積極的に働きかけることによって、世界は無限に拡大されるんだ。この秘密を体得しもしないで、生意気にも一発のペシミストがある資格はないね。誰だって人間ができてくれば、そういちいち、世俗だとか、そのコンベーションだとかを軽蔑するものじゃない。むしろ、その中に、最も優れた知恵を見いだすものだ。 眺めたままの人生の事実だけでは何の気もないことも、それにあるものを加工し、それを一定の方式に従って取り扱うとき、たちまち意味のある面白いものとなることがあるんだ。これが人生のコンベーションの必要なゆえんさ。もちろんこれにばかり没頭しているのは愚の骨頂だが、一見しただけで絶望したり軽蔑したりするのは馬鹿げた話だ。 初等代数の完全平方って役を知ってるだろう。あの方式を知らなければちょっと解けそうもない方程式が、あれ一つですぐにできてしまう。そのように、人生の与えられた事実に対しても、一通り方程式の両辺に B2A の二乗を足してわかりやすく意味のあるものとする技術を習得すべきだね。会議はそれからでたくさんだよ。 とにかく繰り返して言っておくけれどもあのきざな悟ったような粉ま意きなものの言い方だけはさしてもらいたいな。まったくお前よりもこっちが恥ずかしくて穴へでも入りたくなる。おとといだって見ろ仲間の独身者たちと結婚について話をしていた時のあのお前の言い草はどうだ。何と言ったっけなそうそう。そう どんな面白い作品だって、それを教室でテキストにして使えば途端につまらなくなっちまうのと同じで、どんないい女だって、女房にしちまえば途端につまらない女になってしまうんだよ。か。それを得意げに言った時の、お前の薄っぺらな、矢に下がった顔つきを思い出し、お前の年齢と経験とを合わせて考えると、本当に俺は、恥ずかしいのを通り越して、ぞっと鳥肌が立ってくるよ。 全く、まだ、ある、いうことは、まだ、あるんだ。花持ちのならない木戸屋のくせに、その上、お前は汚らしいスケベー野郎でさえあるじゃないか。知ってるぞ。いつだったか、海岸公園へ生徒を二人連れて遊びに行った時のことを。その時お前たちが芝生で腰を下して休んでいたら、やはり近くで休んでいた労働者風の男が2.3人。 明らかにわざと聞こえるような声で乱らな話を交わしていたろう。その時の、お前の態度や目付はどうだった遠惑しきって、よそを向いて聞かないふりをしている。しかし、どうしてもそれを聞かないわけにいかない少女たちの方を、お前は、また、何といういやらしい目付で、おまけに横目で、じろじろ見回したことだ。いやはや、何、 己は別に人間生来の本能を軽蔑しようというんじゃない。スケベ大いに結構。しかし、スケベならスケベで、なぜ堂々とスケベらしくしないんだ。気取ったポーズや、手の込んだジャスティフィケーションの陰にスケベ根性を隠そうとするのが、みっともないと言ってるんだ。このことばかりではない。その他の場合でも、なぜもっと率直に素直に振る舞えないんだ。 悲しい時には泣き、悔しい時には自弾打を踏み、どんな下品なおかしさでもいいから、おかしいと思ったら大きな口を開いて笑うんだ。世間なんぞ問題にしていないようなことを言っておきながら、結局自分の仕草の効果をお前は一番気にしているんじゃないか。もっともお前自身が心配するだけで、世間ではお前のことなんか一向気をつけていないんだから、 つまりは、お前は、自分に見せるために自分でいろいろの所作を神経質に演じているわけだ。まったく、どうにも手の込んだ大馬鹿野郎、どしがたい大根役者だよ。お前という男は。気がつくと、三蔵は、どこかの店のショーウィンドウの前の手すりに捕まり、ガラスに額を押し付けて聞く体を支えながら、半分眠っていたらしい。 飾り窓の明るさに目をしば叩いてよく見ると、それは軽食や腕輪や、そういう真珠の製品ばかりを売る店である。おでん屋の前で M 氏と別れ、それからブラブラといつの間にか、弁天通りというこの港町特有の外人相手の商店街まで歩いてきていたに違いない。振り返って通りを見れば他の店は大抵しまって人通もなくひっそりしているのに、この店だけは、 どうしたわけか、まだ開けているようだ。目の前の飾り窓の中では、真珠たちが黒いビロードのあでやかなしとの上に、深々と光を収めて沈まっている。伝統の具合で、白い玉の一つ一つが、それぞれ土色に鈍く艶を消したり、薄青くかすかな影を持ったりして、並んでいる。三蔵は酔いザメの目で、驚き顔にそれをぼんやり眺めた。 それから窓際を離れ、しばらくの間 M 氏のことも宣告の自己貸借のことも忘れて、人通りのない街を浮かれ歩いた。定本。三月期、李量多久編、岩波文庫、岩波書店。1994、平成6、年7月18日第一釣り発行。定本の親本。中島厚前週第一巻、ちくま房。 1976昭和51年3月15日初出南東丹今日の問題者1942昭和17年11月入力川向直樹構成朝原陽子2004年8月10日作成青空文庫作成ファイルこのファイルはインターネットの図書館青空文庫 http://www.auzora.gr.jp で作られました。